佐投グリーンロードの東端でもある愛知県道6号、力石名古屋線は、愛知県豊田市から同県名古屋市に至る、主要地方道に指定された県道である。県道番号6号は、元愛知県道、静岡県道6号新四郎新居線が指定されて、いたが、道路線は1993年、国道301号に昇格。 豊田市北部と名古屋市中心部を短絡する幹線道路として交通量が多くしばしば大渋滞する。有料道路さなげグリーンロードも道路線の一部である。長くて志願作床間名古屋市名東区、伊高台江の市高台交差点の間を最大 1.2km ほどの間隔を置いて、 愛知県道60号名古屋長久手線が長久手市一縫い名古屋市名東区伊賀台の間を最大 1.3km ほどの間隔を置いて愛知県道215号電もみ名古屋線がそれぞれ本県道と並行している本県道のうち藤ヶ丘駅東交差点藤ヶ丘駅南交差点は名古屋市に4カ所ある路上近縁地区となっている東県道上にある 富士ヶ丘駅東交差点のすぐ東側に、名古屋市交通局富士ヶ丘工場の正門があり、富士ヶ丘駅東交差点、伊高台交差点の、区間は、名古屋市営地下鉄東山線の新車の搬入並びに、上渡・廃車車両の搬出に使用される。東県道は、長久手市の入り替え家交差点を境に、性格が大きく変わる。起点の力石インターチェンジ入り替え家交差点は、 通称、グリーンロードと呼ばれる区間であり、豊田市北部名古屋市中心部を結ぶ、幹線道路としての性格が強いが、入林替池家交差点終点のイノシシ高台交差点は、住宅街の中を走る2車線の生活道路としての、側面が強い。本県道の長久手市と名古屋市名東区の境界より、名東区側を見る。長久手市側は、 花水木通りと呼ばれる2車線道路であるが、名東区側は、福音が狭くなり、センターラインがない。右側に見えるのは、地下鉄東山線の藤川岡車こと停車中の N 線、K。国道302号沿いにある、芝洲文京台2丁目バス停の北港より撮影した、猪高台交差点南側にある、案内標識。猪高台交差点より東へ向かう道路は、 後から本県道に編入されたことが標識を見るとわかる。桜満開の坂道の本県道区間、名東区の藤ヶ丘駅東交差点、照ヶ丘交差点にて、ごく稀に長久手古泉城駅より西で名古屋市中心部長久手市内を貫く大通りの総称として名古屋のメインストリートの名称である広小路通りと呼ばれることがある。本県道の沿線にある 長久手車庫より西では、本県道を通るバス路線が多数設定されているが、長久手車庫より東では、本県道を通るバス路線は存在しない。なお、新城市と名古屋市名東区、長久手市を結ぶ高速バスである山の港号は、本県道を2回通る。毎年冬に、長久手市内の道路線沿いの3カ所と、道路線に接続する図書館通りが、イルミネーションで彩られる。 イオンモール長久手前の広場のイルミネーションにしがね、交差点。愛知県道59号名古屋中間上線と、交差する。豊田市長久手市名古屋市名トーク。ありがとうございます。